に今日お越しいただきました。こんにちは。こんにちは。あのね、早速ですけどね、見つけましたよ、これ。うん、ね、これ棒を、これね、正しい商品の名称がね、これでした。スーパー、スーパー 55X っていう。スーパー 55、スーパー 55X ってX? うん。どこに書いてあるの？あ、その上、箱の上のとこ。なるほど。でね、まあ昨日来てすぐ使ってみたんだけど、はっきり言って難しい。難しい。うん。いきなりなんかそういう話をされると、要するにさ。こっちのゴッパーだと大体の距離で大体歌うとこう音情がさ、まあ大体いい感じになるんですよ。ある意味こうちゃんとライブになるんですよ。あ、そういうことね。音の響きをねちゃんと拾ってくれるんですよ。なるほど。ところがこれいわゆるね、よくね、ロカビリーの人とかがこうマイク近づけてなんとかでロックンロールって言うじゃないですか。もうね、デッドすぎて、もうストレートすぎて、リプレイで聞くとブレスのフッっていうのまで拾っちゃって、思ってたよりもね、こっち側も結局マイクになってるから、思ってたよりも指向性が強いようでいて、結構全体で拾う感じ。なんかちょっとあれだね、話してるとみたいなところが非常に多くて、なかなかちょっと、だからいい意味でボーカルのこう中域あたりにこうギュッとね縮小される感じ、ギュッとこう。ある意味サボれるって言えばサボれる。ちょっと離れてガッて歌っても、レンジがねこうギュッてこう狭くなるから、こう声が太くなったような感じになるんですよ。まさか要はさっき言ったレンジ関係の、そうこうなればなるほど広がっちゃうからね。そうでこうなるから、そう広がるってことだよね。なんかこう指向性、そうなんですよ、のちょっと強さみたいな。でね、やっぱりね、なんだろう、音の響きみたいなのは、ちょっと離れて、大きめにマイクに向かってバッて歌った方が、感じとしては良かった。あ、そう。イメージ違うね。いや、イメージ違った。そうなんですよね。マスターありがとうございます。ね、よくこう持ってロカビリーの人とかがこういう感じでこうやって歌うじゃないですか。あれはちょっとね、現実的じゃないんだなと思った。やっぱりそうだね、今ちょっと言ったように、なんかこういう感じだよね。イメージ的にこうじゃないですか。なんかこう、みたいな、もう自分もイメージをしてる。ね、その感じ、の距離で歌ってみたんですけど、いくらなんでもね、普通になんとか、ダーって言った時に、もうピークがバーンって跳ね上がっちゃって、もうそこで音が潰れちゃうんですよ。方法は午後はね、話なんかちょっと知らない、最初言ってた話と。
うん、なんか伸びるようなみたいな話聞いたけど。五号？攻撃、うん。うん、そうね。攻撃がうまく取れるっていうの。うん、こうピーク迎えないっていうの、うん。だから、なんだろう。ズバズバってカットしちゃうんじゃなくて、うん、ギュってこう、コンプレッサーかかるみたいな感じ。いや、あのこれ自体がさ金属じゃないですか、全部、うん、だからやっぱりこの周波数にすごい支配される。これはほらネットじゃないですか。ネットで中にスポンジ入ってて、何意味このネット自体にこのそんなにこれの音はしないじゃないですか。これに共鳴することはないじゃないですか、このマイクに。うん、これも金属の塊だから、これ自体のこのポンポンっていう音があって、拾っちゃうんだ。そう、